今日も朝から裁判ありまして、翼の党とですね、オリーブの木が被告の裁判、これ、まあ、従前申し上げてた通り、代理人の弁護士さんが辞退、まあ、辞任されたために、これ、黒川敦彦本人、とですね、黒川敦彦のお母さん本人、あるいは別の代理人が出るかなと思われてたんですが、まあ、黒川も手錠したまま出ようと思えば、出れるんじゃないかなと思ったんですが、まあ、結論からするとですね、誰も出てこなかったということで決心です。判決が7月31日ということになります。まあ、あとですね、金曜日に行われた上杉隆との裁判は8月の2日が判決ということになります。で、大津の裁判3件やってて、大津個人の裁判3件やってて、1件はこれもう負けて判決が出てるんですが、明日ですね、立花が逮捕されたという、まあね、過去があるという嘘をついたことに対しての判決が、明日行われます。で、もう一件はまだ裁判が続いているという状況ですね。まあ、いずれにしてもですね、もうこの辺の裁判に関しては、まあ、粛々と判決が出たらお知らせしようというところで、途中経過についてはお知らせしてないんですが、まあ、今日はちょっとね、黒川が、出てくるかもしれないという可能性がありましたので、一応、黒川が出てこなかったこと、黒川の母親も出てこなかったこと、そして新たな弁護士、いわゆる代理人が黒川側にはつかなかった。まあ、黒川というか正確に言うと、翼の塔や、オリーブの木ですね。合同会社オリーブの木には代理人がつかなかったことと。まあ、前回ね、もう一度反論させてくれという、翼の塔側の弁護人、弁護人というか代理人のですね、代理人弁護士の強い希望でですね、第3回目の法廷が開かれたんですが、それ言っときながら、何の主張立証もしてこなかったということで、今日はもう30秒で決心されました。ということで、注目の裁判がですね、次々終わっていって判決待ちと。いう状態であります。7月31日が翼のと、8月の2日が上杉隆ということになります。以上です。